こんにちは。この動画、フィンランドの首都ヘルシンキ市の東部の町からお送りしております。アルバイトができる3。最後はアルバイトに関する税金や社会保険などのことです。ちょっとすみません。雑音が入っておりますけども。バイトでも所得税や年金保険など、社会保険料を支払う必要があります。これは日本でも同じだと思うんですね。管轄の税務署で、納税者番号ですね。英語ではパーソナルアイデンティティコードですけども、これをもらって、雇用主、お店にですね、提出すればいいわけです。また年間で所得税のですね、控除額がありますけども、それを超える収入がある場合は、税務署で、税額表ですね、英語でタックスカード、と呼ばれるんですけども、これをもらい、雇用主に提出する必要もあります。こういうと面倒くさそうに感じるでしょうが、税務署や大学、あるいは専門学校のオフィスで、英語によるですね、書類の提出に関してのサポートを得ることができますので、実際はあんまり難しくないようです。さあ、次に入学資格ですけども、これ一番皆さんやっぱり気になるところだと思うんですね。フィンランドの大学に入るためには、高校卒業程度、かつ、大学入学資格を取得したもので、入試、これは選考方法はですね、大学や専攻によって、若干異なりますが、学士課程では、大学間の交換留学というのが一般的であり、また修士課程の場合は、学士号、つまり大学を卒業して学士号を取得した者が、初めて出願することができるということです。簡単に申し上げますと、フィンランドの大学に学士レベルでですね、申請をする場合には、必要最小限の学歴としてはですね、日本の高校卒業と、いうことになります。で、どんな必要書類が必要なのかということですが、卒業、あるいは大学の在学証明書、成績証明書、の履歴書ですね。それから学業、あるいは研究計画書、あるいは留学の志望理由などを、書いたものですね。これをフィンランド語、英語、スウェーデン語などの翻訳で提出すると。いう必要があります。一般的に日本では英語に翻訳してもらってですね、書類を学校の事務局の方に用意してもらってですね、提出するということが必要になってきます。あと、フィンランド語、英語、スウェーデン語などの語学のですね、能力証明書があれば非常に、プラスになってきますね。それから財政能力証明、例えば預金残高証明書や、奨学金を付与される、そういう書類などが必要になってきます。今まで非常にいいことばかり、言ってきましたけども、デメリットがないわけではありません。では、どんなデメリットが予想されるかということになりますが、1、高等教育は競争が激しく、高い成績や資格、能力が必要であるということですね。入学試験にあたるものっていうのはないのですが、その人の、学習能力をですね、証明する必要があるということです。また、日本の学生さんと違ってですね、かなり学生として勉強していかないと、進級ができないという厳しい現実がございます。2番目。高等教育は英語で行う場合は、費用がかかる場合もあるということです。これ逆に言うとですね、フィンランド語、もしくはスウェーデン語という公用語で授業を受けることができる場合にはね、費用がかからないというふうに考えてください。3番目ですね、生活費や交通費などは日本よりもはるかに高いと言えます。4番目、日本人留学生は、ビザの取得や海外の医療保険などにもですね、結構な費用がかかるということが言えます。
言語に適用する必要があります。まあ、これは当たり前ですが、英語は広く普及していますが、フィンランド語やスウェーデン語などが公用語として使われていますから、なかなかこの言葉の勉強が大変ですね。6番目になるんですか。フィンランド人は、まあ、北国の国民性か、まあ、寡黙で控えめな性格なんですね、多く。知らない人にも、はーいと挨拶をし、話しかけてくるアメリカ人とはですね、違って、ちょっと友達になるのに時間がかかります。そういう意味では我々日本人と似てるかもしれません。まあ、酒を酌み交わすと急にですね、友達になるという点もそっくりですね。まあ、これは自分のですね、経験と主観ですので、まあ、このデメリットに関してはですね、あくまでも参考程度にしていただきたいなと思います。さあ、全体をまとめてみましょう。思ったよりですね、なんかできそうだなって感じませんか？とはいえ、安心は禁物です。フィンランドの高等教育機関はどこもレベルが高く、フィンランド人でもバイトをしながら勉強するっていうことは容易ではないからです。まあ、勉強が大変なんですね。言葉のハンディがある外国人なら、なおさら大変だというわけです。まあ、とはいえ、不可能ではありません。大変ですが、チャレンジする価値がある。と、体験者の一人として強調しておきたいなと思います。また、留学に関する諸条件も年々変化する傾向にあるために、常に有益なサイトをチェックし、最新の情報を得ておく必要があります。まあ、おすすめするサイトのですね、一覧表、リストをですね、作っておりますので、希望者はこの動画の最後のアドレスに、連絡いただければ、PDF でお送りいたします。また、有益な生活情報をですね、お知らせするのが、まあ、この、私のチャンネルの目的なんですけども、このチャンネルへの登録をお勧めします。この機会にフィンランド留学に皆さんが行動を起こされることを期待して、またお会いしましょう。